こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、グローバルワークの秋冬の新作で大人におすすめのアイテム5000ということでお届けをしたいなと思っています。まだまだ暑い日が続くわけなんですが、そろそろ皆さん夏服飽きてきませんか？僕自身もですね、夏の着こなしは6月の後半ぐらいから少しずつ取り入れ始めて、7月8月と過ごしてきた中で、だんだん秋服をそろそろ着たいなというテンションになってきたんですね。まだまだ季節的には暑いんだけども、結構ですね、今時期って秋の新作、良いものがバンバンリリースされてるタイミングではあるんですね。この実際の気温とのギャップというところがちょっとですね、大きい季節ではあるんですが、おしゃれな人ほど季節の前倒しで買い物をしてたりするわけなので、ぜひ皆さんもですね、今回の動画を参考にしながら秋の買い物の計画を立てたりだとか、気に入ったものがあったら今時期から購入してみるのもいいんじゃないのかなと思います。今回は僕の動画の中でも割と常連となっていますグローバルワークの新作の中から5点に厳選してみましたので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ということで、ここからは具体的にグローバルワークの秋服の中で皆さんにお勧めしたいものをご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目なんですけども、こちらですね、アーバンシャツ5500円ですね。これは使い勝手がめちゃくちゃいいんじゃないのかなと思います。グローバルワークの中でもアーバンシリーズというのは結構皆さんも聞き馴染みがあるのかなと思います。アーバンスラックスといえば、ボトムスの中でも大定番と呼ばれるような、足を綺麗に見せてくれる大人に向けたボトムスなわけなんですが、こちらのですね、アーバンシャツというのは、その雰囲気をシャツにも運用したような、大人っぽく綺麗めに見えるような上質なシャツになっていまして、デザイン自体はすごくベーシックなんですね。木をてらったようなところはなくて、オーソドックスなシャツです。襟型はレギュラーカラー、最もベーシックな形になってまして、デザイン的には左胸にポケットがついているというところで、そんなにですね、装飾性が強いわけではありません。ただサイズ感が現代的な、少し緩めになっているんですね。このあたりはユニクロと比較をすると分かりやすいかなと思うんですが、ユニクロの方がやはり定番的なサイズ感になっていますので、ややゆとりはあるものの、グローバルワークの方がもう少しですね、緩さが出るかなと思います。少し緩めのボックス型のシルエットで、裾はあえてこうラウンドさせてあるような形ではなくて、スクエアに切ってある形になるので、割とこうシャツなんですけども、ちょっとこうブルゾン感覚で着れるような、そんな立ち位置のアイテムになってるかなと思います。カラー展開は5色あるんですけども、この中で個人的におすすめしたいのは2色ありまして、まずはチャコールグレーですね。こちらは秋冬らしいですね、グレー系の色味なんですけども、グレーの中でも濃い色になります。ただブラックに近いような、本当に濃いチャコールグレーというよりは、少しミディアムグレーにも近いような、程よい明るさを感じるチャコールグレーなので、このあたりが重たすぎずに使い勝手がいいポイントになってくるかなと思います。でこちらはですね、ウールのように見えるんですが、 TR 素材というものを使っていまして、ポリエステルとレーヨンですね、こちらの2つの素材をミックスさせた機能性と上品さ、このあたりをうまくミックスさせたような、そんな素材使いになってるんですね。これがすごくいいんですね。僕が今着てるようなコットン系のシャツもすごくいいんですが、素材感がウール見えすることで、季節の雰囲気だとか秋冬らしい季節感だとか、あとは上品で大人っぽさというところが表現できるので、このようなウールのシャツだとか、ウール風に見えるようなシャツがとても好きなわけなんですが、このグレーの色合いはすごくですね、TR 素材とのハマりもいいんじゃないのかなと思います。そして2つ目はグレー柄というものですね。こちらは先ほどのチャコールグレーとそこまで大きく色合いは変わらないんですが、うっすらとチェック柄が入っているんですね。だけどもそのチェック柄自体がコントラストが高くて、パキッと目立つような形に配置されているのではなくて、割と本体の色と馴染ませながらの色合いなので、結構ですね、遠目から見ると無地に見えるぐらいの、そんなバランスなんですね。ちょっとこう無地よりは動きを感じるかなぐらいのところが、すごく上品で使いやすいかなと思います。今季はいろんなブランドからチェック柄のシャツが増えていますが、分かりやすいチェック柄よりもちょっと大人っぽく見えるような、コントラストが効きすぎてないようなですね、このようなチェック柄シャツは個人的には大人の男性には似合いやすいかなと思っていますので、これは使い勝手いいんじゃないのかなと思います。やっぱりグローバルワークで狙うべきものっていうのは、ユニクロにはないような雰囲気のものかなと思ってるんですけども、まさに TR 素材で大人見えするような素材感、なおかつサイズ感がゆったりというところでは、ユニクロにはないような魅力かなと思うので、ぜひ皆さんもこちらチェックをしていただければなと思っています。
はい、ということで続いて2点目のアイテムなんですが、アラエルカノコカールですね。価格は5500円になっています。こちらもですね、カラー展開は3色になっているんですが、まあカーディガンといえばメンズファッションにおいてはすごくベーシックで使いやすいような定番的なアイテムになっているかなと思うんですね。まあ皆さんも一度は着たことがあるかなと思うんですが、かつてのカーディガンに比べるとここ数年のカーディガンはかなりサイズ感はゆとりが出てきてるかなと思います。僕もですね、10年ぐらい前までは結構タイトなハイゲージの薄手のカーディガンを着ることが多かったんですが、今では結構ゆるっとした感じのですね、気軽にアウター感覚で羽織れるようなカーディガンを着ることが増えています。まさにこちらのカーディガンもそういった流れの一つかなと思ってるんですが、このようなアイテムというのは夏から秋へ季節が変わる時に非常に役立つんですが、 T シャツ1枚だったスタイルの上にですね、このようなカーディガンを軽く羽織れば着こなしが完成してしまうので、すごく便利なアイテムかなと思います。で、サイズ感としては少しゆとりはあるんですね。肩のラインもやや落ちています。ただすごくビッグシルエットにするというよりは程よくゆとりを持たせているというような、そんな範疇かなと思うんですね。ですので大人の男性にも使いやすいような、そんなサイズ感にまとまってるかなと思います。で、糸はですね、ちょっとドライタッチのものを使っていまして、肌離れがいいので、ちょっとこうまだ夏の終わりぐらいで日中はちょっと暑いかなという時にも汗ばんでも肌離れがいいので、このような素材感っていうのはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。このようなカーディガンって僕の場合はですね、小さく折りたたんでバッグなんかにも入れることができるので、結構夏場でも長時間室内にいる時なんかはもう冷房ガンガンのところとかもあったりしますよね。そういった時にはこういったカーディガンが1枚あったりすると便利だったりするので、まあ、早速使えるようなアイテムになってるかなと思います。まあ、カラー展開結構ですね、どれ選ぼうか迷いどころではあるんですが、個人的には結構カーキがいいんじゃないのかなと思っています。まあ、ちょっとですね、色合いとしては爽やかに見えたりだとか上品に見えるという色ではないんですね。カーキというのはちょっと黒と感のあるような、やぼったさを感じるようなカラーがカーキなんですけども、だけどもちょっとこう大人っぽく上品な色合いにですね抑えてあるので、このカーキは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。もう分かりやすく白だとかライトグレーの T シャツの上に着ていただいて、ボトムスはブラックだとかネイビーでシュッとシャープにまとめていただければ、それだけで着こなしが完成するんですね。まあ、ネイビーだとかブラックのカーディガンもいいんですが、ちょっと人との違いを出すという意味では結構カーキがいいかなと思うのと、あとはチャコールグレーですね。これもブラックほどは重たくなくて、最近のトレンド感のあるカラーでもあるので、チャコールグレーもいいんじゃないのかなと思います。まあ、季節的にも結構長く使えて、夏の終わり、秋、そして冬場もこの上にアウターとかを着れば活用することもできますし、春にも使えるというところでは、真夏以外は結構、真夏だとか真冬以外は使えるかなと思いますので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、ライトクッションクルーレイヤーですね。5500円ということで、まあ5500円のものがなんか多いですね。さっきのカーディガンもそうだし、シャツも5500円なんですが、あえてこの価格で統一させているわけではないんですけども、こちらも5500円の商品になっています。まあこのライトクッションシリーズというのはもう大定番で、僕の動画の中でも何年前からかな、3年前ぐらいに初登場したかなと思うんですけども、相変わらず使い勝手が良くて、部屋着からワンマイルウェアとして僕自身も愛用しています。まあとにかくですね、軽い着心地でスウェットなんだけども、表面の質感が上品な光沢感をまとっているので、カジュアルに見えすぎないというところ、ここにですね最大の魅力があるのかなと思います。ただ僕が持っているライトクッションシリーズというのはこちらと比べるともっとベーシックでレイヤーになってないものなんですね。僕はですねちょっとチェックを怠っていたのかなとは思うんですが、このレイヤーになってるやつはあんまり見たことがなくて、内側に白 T を着てるように首元だとか裾口からですね白い T シャツがほんのり見えるようなバランスに最初から設計されてるんですね。結構グローバルワークではこのようなデザインのものが多かったりするんですね。まあ、正直ですね、このディティールってフェイクじゃないですか。実際にやってるわけではないので、このようなディティールって賛否両論あったりするんですね。なんかわざとらしくて嫌だなって感じる方もいらっしゃると思うんですが、僕もその気持ちはわからないで
ではないんです。ただ実際にですね、白 T を着て、その上にですね、ニットだとかスウェットだとかを着てですね、チラ見せしようとすると、どうなるかというとですね、日常の生活の中で襟元からのバランスがずれて悪くなったりだとか、裾から見えなくなってたりだとか、そういったことが圧倒的に多いんですね。ですので、一日の中で何度もトイレでこうチェックしながらですね、直さなくちゃいけないことが多かったりするんですが、まあそういったところが解消できるのが、まさにこのような最初からレイヤーになっているようなアイテムで、なんだかんだ使い勝手がいいかなと思うんですね。ですのでこういったものは、おしゃれのクロートの方であれば、ちょっとこう避けるという気持ちはわかるんですけども、おしゃれ初心者の方であれば、おしゃれ初級者の方だとか、まあ爽やかに着こなしを見せたい方であれば、まあ大いに使っていただくのがいいんじゃないのかなと思っています。で、カラー展開が5色になってまして、結構これが悩ましいところで、まあどれを選ぼうかなと思ってるんですが、まあ例えばライトグレーですね。この色合いはすごく使いやすいです。真っ白に比べるとほんのりグレー味がかかってるので、平坦に見えないというところ、ちょっとこうおしゃれ感も出せるというところではすごく使いやすいですし、白と同じような清潔感だとか、着こなしの明るさをですね、パッと出すことができるので、ライトグレーすごくいいですね。もうシンプルにこれに対してネイビーだとかダークグレーのアーバンスラックスとかを合わせておけば、もう本当に好感度抜群のスタイルが出来上がるので、これすごくいいんじゃないのかなと思います。あとは秋冬らしいですね、このグレージュですね。ベージュとグレーをミックスさせたような柔らかな色合いですね。これがグレージュなんですが、甘くなりすぎないような色合いで、これまた使い勝手がいいと思いますね。まあ、グレー系のパンツと合わせて、ほんのりグラデーションっぽく作ってあげると、すごくバランスがいいかなと思うので、ライトグレー、グレージュですね。この2つがまずはおすすめです。そして、ちょっと差し色的に使うのであれば、グリーンですね。これもなかなかいいんじゃないでしょうか。まあ、グリーンの中でも深みがあって、上品に見えるような色合いなので、これは単品でも使い勝手がいいと思いますし、まあ、これから先、どんどん季節が進んだ時に、この上にですね、ロング丈のコートですね。ブラックだとかチャコールグレーのロング丈のコートを羽織った時に、アウターは暗い色なんですが、内側がこのようなダークグリーン系だと、華やかさが足せるので、すごく便利なアイテムかなと思いますね。基本的にはこの3色ですかね。ライトグレー、グレージュ、グリーン。このあたりがおすすめなので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいですね。アーバンスラックスのような細身のボトムスに合わせてもいいし、意外とですね、ワイド感のあるパンツと合わせてあげれば、それだけでちょっとトレンド感を足すこともできるので、まあ、すごく便利なアイテムかなと思うので、ぜひ皆さんもご確認いただければなと思っています。はい、続いて4点目はこちらですね。ヘビロッティの長袖ですね。3960円ということで、これはですね、夏過ぎたらすぐに使えるような、まさにリアルに想定しやすいようなアイテムかなと思います。まあ、パッと見はもうめちゃくちゃシンプルなロンティーですね。これ自体をパッとですね、見たとしても、そんなに派手さがあるわけではないので、スルーしがちかなと思うんですが、かなり使い勝手のいいアイテムかなと思います。素材には USA コットン 100% 使っていまして、地圧になってるんですね。いわゆるこう、テロッとしたような体のラインを拾いそうな柔らかな T シャツではなくて、割とタフなですね素材使いになっているので、まさに秋にぴったりな一枚になってるかなと思います。で、首周りもよれにくいですし、洗濯を繰り返してもよれづらかったりするので、このあたりの使い勝手の良さを考えると、非常にですね一枚あると便利なアイテムになってるかなと思います。このようなアイテムというのは一枚で着るのもいいんですが、まあ、重ね着のベースとしても活躍してくれるので、今回ピックアップしたわけなんですね。例えば先ほどご紹介したようなアラエルカノコカーデですね、こちらのカーキと合わせてもらったりだとか、もしくは一番最初にご紹介したアーバンシャツですね、その内側に入れてあげるのもいいかなと思います。1枚でも様になって、なおかつ重ね着のベースとして活躍してくれるような、このような素っ気ないんだけども使いやすいロンティーを持っておくと、かなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。で、カラー展開は2色になってまして、オフとグレージュという形で、どちらもですね明るめのカラーになっています。まあ、本当にシンプルに使いたいのであればオフですね、こちらが使い勝手がいいかなと思いますし、で、もう一色のグレージュなんですが、先ほどのニットのグレージュよりももっともっと明るめのグレージュになっていまして、ほぼですね、白 T に近いくらいのような明るさのあるグレージュなので、ほんのりですね、グレージュの雰囲気が楽しめるような色合いになってまして、これもですね、曖昧さがすごく素敵に見える一枚なのかなと思います。まあ、お好みで選んでいただければなと思うんですが、まあ、ガンガンデイリーで使えるようなアイテムとして、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。
はい、続いてラスト5点目はボトムスいきたいなと思います。アーバンクリーンワイドパンツ5940円ですね。まあこれはですね、これから秋冬にかけて使い勝手のいいアイテムだと思いますし、あまりシーズン問わないような素材感になっているので、まあ夏の終わりぐらいから履いてもですね、全然問題ないのかなと思います。グローバルワークといえばアーバンスラックスですね。このあたりがもう定番になっているんですが、細身のシルエットで足を綺麗に見せてくれるというような、そんな名作だと思うんですが、まあ大人世代だと割とぽっちゃり体型だったりだとか足が太くなったりすることも少なくないので、そういう場合ちょっときついなという方もいらっしゃるかなと思うんですね。一方でまあアーバンスラックスもいいんだけども、もうちょっとトレンド感のあるような雰囲気ですね、このあたりを楽しみたい方も需要としてはあるかなと思います。まあそういった時にアーバンスラックスを横展開したようなこういったワイドパンツは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。アーバンスラックスと同様にですね、素材はウール見えするような綺麗感漂う TR 素材になっていまして、まあシワにもなりづらいですし、家庭でも洗濯もしやすいと。しかも 2way ストレッチということで、縦にも横にも伸びるというところ、このあたりのウールに見えるんだけども機能性が抜群だというところが、やっぱり使い勝手の良さだと思うんですね。で、シルエットはちょっとワイド感があるんですが、いわゆるトレンド感満載のドーンとでかいような、そんなワイドパンツではなくて、腿周りにはゆとりがあるんだけども膝から下は適度にテーパードといって細くなるような設計になっているので、そこまでだらしなく見えるような雰囲気ではないんですね。しかもセンタープレスが効いてあるので、よりスラックスライクに見えて上品見えしてくれるので、大人の男性がちょっとワイドっぽいパンツを履くにはすごく入りやすいような、そんなボトムスになっているかなと思います。まあカラー展開はですね、ブラック、グレー、ネイビーの3色になっていまして、まあ個人的には結構結構グレーがいいなと思っています。まあ、グレーの中でもチャコールグレーとミディアムグレーの中間ぐらいの、濃すぎず明るすぎないような、結構全てのシーズンに使いやすいようなドンツバのグレーだと思うんですね。失敗するとグレーっておじさんっぽくなりやすいんですが、まあ、そういった見え方もしないような上品なグレーになっているので、これは一押しですね。特にブラック系のアウターだとかトップスを持ってきた時にも、このようなグレーのパンツって使いやすいんですね。ボトムスブラックを選ぶとどうしてもですね、アウター系がブラックだと重たくなりすぎてしまうので、まあ、ブラック系のアウター、例えばコートだとかダウンを着ることが多い方は、結構このグレーを選んであげると、ハマりがすごくいいので、おすすめしやすいかなと思います。一方で、ブラックもですね、鉄板で使いやすいと思うんですね。まあ、僕自身もこれはちょっと使ってみたいなと思いますね。S サイズを選べば、まあ、ウエストサイズも合うかなと思うので、すごくこれは個人的にも一本持っておきたいボトムスかなと思います。腰周りはタック入ってるので、この辺りのトレンド感ですね、アーバンスラックスにはないような雰囲気がちゃんと兼ね備わっていて、なおかつ素材感も含めて上品さも損なわないというところでは、かなり使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもこの夏の終わりぐらいからですね、チェックをして活用していただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではもう夏服に飽きたという皆さんに向けてですね、秋のグローバルワークの新作の中から5点厳選して皆さんにですね、商品をご紹介させていただきました。どのアイテムに関しても、まあ、数ある商品の中から大人の男性に似合いそうなものを厳選して選んでいますので、まあ、ぜひ皆さんもですね、気になるものがあったらチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、僕自身もですね、いくつかちょっとこれは買わないとなというものもあったので、今後買い足したいなと思ってるんですが、まあ、そろそろですね、お店行きたいですよね。まあ、先日ですね、グローバルワークさんの店頭で撮影した動画も出しましたが、まあ、あのようにですね、秋物だとか冬物が増えてきた段階で、お店でもですね、ちょっと試着をしながら皆さんに全力解説をしたいなと思っていますので、そちらの動画も今後楽しみにしていただきたいなと思っています。まあ、これからもですね、このような形でこちらのチャンネルではメンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または専門ブランドですね、そういったアイテムの紹介だとかノウハウの共有に関しましては、僕がもう一つ別で運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と週に1本のライブ配信を行っていまして、ライブでは皆さんのご質問に直接お答えしながらワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、
オンラインサロンというものもこちらやっています。この中では動画ではなくて文章と写真ベースで今日のおすすめのアイテム参戦とか、コーディネートのコツを解説したりだとか、そういったことをですね、行っています。まあ文章と写真ベースなので、だいたい一記事あたり1、2分で読めるような分量なので、気軽にいろんなアイテムをですね、確認したいという方は、こちらのオンラインサロンの方もうまく活用していただきたいなと思っています。僕も毎日記事を書いていますし、僕以外の専門家の方も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まって楽しめるようなコミュニティになっています。ぜひ気になる方は概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。